競輪選手の卵 VS 自転車 YouTuber、 どっちがヒルクライム早いのか検証していきます。はい、皆さんおはようございます。ヨシです。今回は前回に引き続き、今カメラマンしてもらっている、2024年競輪選手養成学校合格した荒垣千賀君と一緒に、前回は平坦勝負をして僕負けました。で、次は競輪選手って平坦が結構早いイメージあるんですけど、じゃあ上りはどうなのかっていうことで、今回は沖縄の南部にあるヒルクライムスポットを2つ用意しました。1つが緩い上り坂、そしてもう1つが超激坂。果たしてこの2本勝負した時にどっちが早いのかっていうことを勝負してきます。検証してきます。で、この今撮影してもらってるチカテルを紹介します。はい、はい、では前回に引き続き、はい、チカテル、今日も今回の対決よろしくお願いします。はい、お願いします。で、見たら分かるんですけど、超ごっついんですよ。特に足回り、ダダダダダ、よいしょ、ごっつ、太すぎでしょちょっと失礼、はい、あ、ごっつで、ケツがでかやばいなこれもう彼とはツールド沖縄2023 50km も一緒に走って、その2週間後の沖縄県内の同じカテゴリーでレースして負けました。僕は平坦勝負ラストのスプリントで負けました。まあ、そんな彼とは平坦では勝てなかったので、まあ、ヒルクライム上り坂で勝負するんですけど、まあ、1本目の上り坂ちょっとあっちにあります。そう、見ますね。二来金井橋っていう沖縄南部の観光スポットなんですけど、この距離がだいたい 1.7 キロだったかな、2キロはないぐらいの上り坂ということなので、自転車 YouTuber VS 競輪選手の卵、どっちがヒルクライム早いのか勝負してきます。負けないぞ行ってきます。では1本目、二来金井橋行ってきます。お願いします。はい、じゃあお願いします。ここの坂の条件として、まあ、インナーはなしでフロントインナーはなしで さっきだけど、これ進行したら負けパターンかなあー、どうなんで
マジか。勝負。はい、ヒルクライム勝負1本目。この、ニライカナイ橋登ってきました。負けました。最後の最後で刺されて、もういけるかなと思ったけどダメでした。さすがだわ。いやいや、もう接戦でした本当に。お互いめっちゃ息ハハハハハ。本当にツールドのゴールしたあと並みに今見ても手足が全部しびれたぐらいだわ。きつかった。息が整ってある程度休憩したら次は最後の激坂勝負行ってきます。はい、休憩します。はい、二つ目のヒルクライムスポット着きました。向こうに見える知念グスク跡っていう超激坂スポットです。距離に関したら1キロあるかないかぐらい。でも最初から最後までずーっと激坂の証の路面がデコボコゾーンとなっております。この途中にこの知念グスク跡の広場があるんですけど、そこがちょうど中間スポットですね。そこから頂上まではもう一気にまた勾配が上がるので、そこがどう勝負どころのなるか楽しみです。もうさっきのヒルクライムでお互いいい感じに疲れているので、もうここはもうフェアにもう最後の足の勝負です。はい、では行ってきます。よし、はい、では最後行くか。お願いします。うわもう最初からきつい。頂上までこれ430メートル、450メートルなんだ。1キロもないんか。でも感覚としては多分1キロぐらいあると思う。あーもう嫌だ。正直言ってもここまっすぐ走れないんだけどね。うわ、危ねえ。前輪が今ずるってなった。おっと、危ねえ。サイクルコンピューターから水飲んでくださいっていう合図出た。飲めるか。きつい。なあ、くそ、お前まだ残ってるの。なあ、くそ、お前まだ残ってるの。バケモンだよ。
お前まだそんな体力残ってない。きっともう最後の一勝利でした。ありがとうございました。きつい。横になりたいけど起き上がれない可能性です。間違いないです。ちょっと2回目のセブンです。さっきと違ってだいぶ気温が暑くなったので、季節外れのアイス補給がこんなに暑くなると思わなかったな。美味しい。あ、生き返るわ。はい、というわけで競輪選手の卵 VS 自転車 YouTuber 激坂ヒルクライム対決、2回勝負して2回とも負けました。僕は地下テルとの勝負はもう全戦全敗です。僕はさすがだ。いやいや、坂だったらいけるかなと思ったんですけど、やっぱり彼強いです。この勢いに乗って競輪養成学校でも、まあ、頑張ってください。はい、地獄のような練習になると思うけど、本当にそう思いますね。これ卒業したら、まあ、デビュー戦もあると思いますので、はい、引き続き彼を応援よろしくお願いします。頑張りますのでよろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画以上になります。僕のチャンネルではこのような走行動画や、あとは商品紹介系の動画も出しておりますので、まあ、いろんな動画出していますので、ぜひ過去の動画もチェックしてください。というわけで、はい、じゃあ今回の商品付き合ってくれてありがとうございました。皆さんありがとうございました。改めて、合格おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん次回の動画もよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。